初下は大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦初春型の4番艦である。太平洋戦争初戦では南方作戦、蘭印作戦に従事、以降は北方戦線で行動した。大野岬沖海戦からも生還し、終戦直前に機雷に触雷して沈没した。この名を持つ日本海軍の艦船としては、神風型駆逐艦、初下に続いて2隻目となる。1932年、昭和7年10月1日、日本海軍は、浦賀船渠株式会社に駆逐艦1隻の建造を命じた。12月10日、正式に初下と命名した。また、姉妹艦2隻、有明、夕暮れ等も命名された。浦賀船渠で1933年、昭和8年1月31日に起工。同年10月31日、初下浸水式の最中に事故が発生。浦賀船渠は浸水を中止する。11月4日に浸水式をやり直した。建造途中で、同型艦初春の復元性能不良が判明し、改善工事を施す。1934年、昭和9年2月1日、松原弘少佐は、初下儀装院長に任命される。2月12日、浦賀船渠に初下儀装院事務所を設置する。初下は9月27日に竣工、同日付で、初下儀装院事務所は撤去。松原少佐も初下初代駆逐艦長となる。同年11月15日、松原は海軍軍務局局員へ転任。後日、松原は阿賀野型軽巡洋艦1番艦阿賀野艦長、昇格型航空母艦1番艦、昇格艦長等を歴任。後任の初下駆逐艦長は、宮坂義人少佐、佐世保鎮守府参謀となった。1935年、昭和10年10月15日、宮坂、初下艦長は、砲艦佐賀艦長へ転任。後日、宮坂は、駆逐艦さざなみや連艦長を経て、第18駆逐隊司令。同駆逐隊は、米潜水艦、グロウラーの雷撃により、大被害を受け、駆逐艦あられが沈没、白縫と霞が大破、宮坂は解任。後任の初下駆逐艦長は、睦月型駆逐艦7番艦富月駆逐艦長、山田裕二少佐となる。1936年、昭和11年12月1日、山田、初下艦長は白津湯型駆逐艦9番艦航風、儀装院長へ転任、翌年4月、航風初代駆逐艦長。1942年8月28日、第20駆逐隊司令として戦死。後任の初下駆逐艦長は、鈴木正金少佐。1937年、昭和12年12月1日、鈴木、初下艦長は、連合艦隊参謀、第1艦隊参謀兼務へ転任。後任の初下駆逐艦長は、もみ型駆逐艦17番艦連駆逐艦長、塚本守太郎少佐となる。1938年、昭和13年1月12日、初春型3番艦若葉艦長、沢村誠二少佐は初春型6番艦夕暮れ艦長に転任。これに伴い、塚本、初下艦長は、初下及び若葉の艦長兼務を命じられた。12月1日、睦月型駆逐艦10番艦、三日月艦長、大島一太郎少佐が、若葉駆逐艦長に任命される。同日付で塚本、初下艦長も艦長兼務を解かれた。1939年、昭和14年10月16日、塚本、初下艦長は睦月型8番艦長月駆逐艦長へ転任。後日、塚本は朝潮型駆逐艦7番艦夏雲艦長。佐母島沖海戦で夏雲沈没時に戦死。後任の初下駆逐艦長は富月及び、長月駆逐艦長を兼務していた本倉、正義少佐となる。1940年、昭和15年8月20日、初下駆逐艦長は、本曹から睦月型9番艦菊月駆逐艦長、浜中修一少佐に交代する。翌年4月、本曹は吹雪型夕霧駆逐艦長、陽炎型駆逐艦10番艦、時津風沈没時艦長、夕雲型駆逐艦13番艦浜波艦長等を歴任。1941年、昭和16年9月10日、浜中、初下艦長は白津夕型駆逐艦8番艦三風、駆逐艦長へ転任。翌年6月23日、浜中は山風が米潜水艦ノーチラスの雷撃により撃沈された際に戦死。後任の初下駆逐艦長は古浜聡少佐となる。初下は古浜駆逐艦長の指揮下で太平洋戦争を迎えた。太平洋戦争開戦時には第1水雷戦隊、第21駆逐隊、若葉、初春、コピ、初下に所属し、内海西部で対潜掃討に従事した。1942年、昭和17年1月、輸送船団を護衛し、フィリピンのダバオへ進出した。1月24日、海軍はスラウェシ島ケンダリの攻略を実施。第1根拠地部隊指揮官、久保久次少将が攻略部隊の指揮官となって、桂順、長良を旗艦とし、第15駆逐隊、夏塩、黒潮、親潮、早潮、第16駆逐隊、雪風、時津風、天津風、初風、第2航空部隊、水上希望艦千歳、瑞穂等がケンダリーを攻略する。25日早朝、久保少将の指揮下に入るためケンダリーに急行していた第21駆逐隊は、攻略部隊旗艦長良と遭遇、長良と 21×2 番艦初春は、衝突事故を起こし初春が大破、長良も小破した。長良はダバオへ単独開港、初春は1番艦若葉と3番艦守備に護衛されて、ダバオへ向かい、久保少将は長良が修理を終えて復帰するまでの間、第21駆逐隊4番艦だった初下に勝機を掲げた。その後、マカッサル攻略作戦、バリ島攻略作戦に参加。2月18から19日、バリ島攻略作戦に従事していた第8駆逐隊、司令、安倍敏夫大佐の朝潮型4隻、大潮、朝潮、荒潮、満潮は、カレルドールマン少将率いる連合軍艦隊の桂順3隻、駆逐艦7隻と交戦、満潮の大破、大潮の小破に対し駆逐艦1撃沈、桂順1中破、駆逐艦1小破の戦果を挙げ、アブダ艦隊を撃退した。バリ島沖海戦。久保少将指揮下のながら、第21駆逐隊、初下、若葉、小尾は、連合国軍艦隊が撤退した後の午前6時に、戦場へ到着。各艦は、第1グループ、朝潮、荒潮、満潮、小尾、第2グループ、若葉、大潮、第3グループ、ながら、初下に分かれ、空襲を受けながら21から22日にかけて、スラウェシ島マカッサルへ帰島した。バリ島攻略後の3月1日午前2時、第21駆逐隊、小尾、若葉、初下と測量艦筑紫は、バリ島とジャワ島間のバリ海峡を紹介していた。そこへ、スラワヤ沖海戦で生き残ったアメリカ軍駆逐艦4隻がオーストラリアへの脱出を図って、バリ海峡へ到達。第21駆逐隊はアメリカ軍駆逐艦に振り切られ、敵艦の脱出を許した。内地へ帰島後、第21駆逐隊はアリューシャン作戦などに参加する。同年7月5日、姉妹艦の小尾が米潜水艦トライトンの雷撃で沈没し、7月31日付で除籍されたため、第21駆逐隊は3隻、初春、初下、若葉となった。10月17日、北方輸送任務従事中の駆逐艦2隻、初春、おぼろが空襲を受けおぼろが沈没、初春が大破した。若葉、初下は救援のため出動し、姉妹艦を護衛して帰島した。11月7日、第1水雷戦隊司令官は、大森仙太郎少将から森友和少将、前職、従巡洋艦羽黒艦長に交代した。11月28日付で、初下駆逐艦長は、11月10日まで、神風型駆逐艦5番艦畑風駆逐艦長だった、新田の遠征少佐に交代する。1943年、昭和18年3月、第21駆逐隊、初下、若葉は、従順2隻、那智、麻也の名追いとして、アッツ島沖海戦に参加。日本艦隊、那智、第5艦隊旗艦、摩耶、多摩、阿武隈、第1水雷戦隊司令官、森友和少将座長、若葉、初霜、雷の稚拙な指揮や砲戦、雷撃戦により、米艦隊撃破の機会を逃した。初霜は、主砲6発、魚雷6本を発射した。輸送船の護衛のため海戦に参加できなかった伝は、第5艦隊の戦闘を酷評している。アッツ島への増援輸送船団は、反転を余儀なくされ、第5艦隊司令長官、細貝母子老中将は解任、後日、予備役編入。本海戦は、アッツ島玉砕の遠因となった。4月1日、第5艦隊司令長官として、川瀬史郎中将が任命された。引き続き北方で行動する第21駆逐隊は第5艦隊第1水雷戦隊に編入され、内地と千島間の船団護衛に従事。6月6日、第1水雷戦隊司令官森友和少将が急病で倒れ、6月8日府で木村正富少将が同水雷戦隊司令官となる。7月、第21駆逐隊はキスカ島撤退作戦に加わる。第1水雷戦隊、司令官、木村正富少将の指揮のもと、収容部隊、阿武隈、木曽、東風、響、朝雲、薄雲、長波、秋雲、夕雲、風雲、若葉、初霜、さみだれ、主体、多摩、燃料補給部隊、国後、日本岸という戦力が集結、撤退作戦は無事に完了した。本作戦従事中の7月26日、濃霧により、海防艦国後、軽巡阿武隈、駆逐艦初霜、若葉、長波の多重衝突事故が起きる。損傷により若葉は、帰投を余儀なくされ、また速力低下をきたした初霜も日本岸護衛に回された。このため初霜は、キスカ島での陸兵救出作業には従事していない。初霜は、バラムシルで、応急修理後、千島方面の船団護衛に従事した。11月17日、日都の初霜艦長は陽炎型駆逐艦19番艦、秋雲駆逐艦長へ転任。日都のは翌年4月11日に、秋雲が米潜水艦、レッドフィンに撃沈された際、戦死。後任の初霜駆逐艦長は、11月2日まで、神風型4番艦小風駆逐艦長だった、滝川隆少佐となる。1944年、昭和19年1月より、初霜は空母、運用、千歳、瑞宝、龍宝などの護衛に従事した。6月18から20日、マリアナ沖海戦に補給部隊の護衛艦として参加する。6月20日、補給部隊は護衛艦、うずき、雪風、夕凪、初霜、響、津賀と輸送船、即急、日英丸、国陽丸、新陽丸という編成で行動中、アメリカ軍機動部隊関西機の空襲を受けた。輸送船2隻、新陽丸、元陽丸が、被弾炎上しうずきは元陽丸を砲撃により、雪風は新陽丸を雷撃により処分した。日本本土に帰投した初霜は、内海西部を拠点として、船団護衛の任務を実施した。8月25日、初霜駆逐艦長は、佐古正造少佐、峰風型駆逐艦2番艦沢風駆逐艦長に交代する。10月中旬、第2遊撃部隊、指揮官、島清秀中将、第5艦隊司令長官、従順、那智、足柄、軽巡、阿武隈、駆逐艦、潮、曙、霞、白縫、若葉、初春、初霜は、台湾沖航空戦の大勝利に伴う、暫定相当を命じられた。ところが大損害を被ったはずのアメリカ軍機動部隊は健在であり、従順那智、足柄イカ主隊と合流した第21駆逐隊、若葉、初春、初霜は奄美大島を経由して台湾へ退避した。10月22日、第21駆逐隊、若葉、初春、初霜は台湾からマニラへの基地航空部隊、物件輸送任務につき、23日マニラ機、島艦隊本隊へ合流するためスルー海を、南下中の10月24日、パナイ島西方で、第21駆逐隊は、米艦3機の攻撃を受けた。直撃弾を受けた若葉が沈没し、第21駆逐隊司令駆逐艦は初春に変更となった。初下もアメリカ軍機8機の奇襲を受け、2番砲塔左舷に小型爆弾が命中して損傷した。初下戦死者5名、重傷者7名、軽傷者14名と記録されている。石井航司令は初春、初下のマニラ撤退を決断。2隻と合流できなかった島艦隊は、那智、足柄、阿武隈、霞、不知火、曙、潮という戦力で、レーテ湾へ突入し、レーテ沖海戦すりがお海峡野戦及び、総統戦により、阿武隈、不知火を喪失している。第21駆逐隊は25日朝に、マニラ港で補給と負傷者の陸揚げを実施。本隊を追って26日に、ブスアンガ島コロン白地に入港した。マニラ湾のカビテ軍港で修理した後、初下は、木村正富少将、旗艦霞の指揮下で、第二次多号作戦に参加。輸送船4隻、能登丸、香椎丸、金華丸、高津丸を、海防艦、沖縄、占い守、海防艦11号、13号と駆逐艦6隻、霞、沖波、曙、潮、初春、初下が護衛していた。空襲により輸送船能登丸が沈没したが、輸送作戦は成功した。同時期、マニラ港に停泊中の各艦は、連日行われるアメリカ軍機の空襲により、第5艦隊だけでも3隻、那智、5日、沈没、初春、13日沈没、曙、13日沈没が喪失した。11月13日深夜、残存艦艇、霞、初下、朝下、潮、竹は、マニラを出港する。初下には、第5艦隊司令部が便乗しており、ブルネイ機後の島中将は、足柄に移乗して、勝旗を掲げた。11月15日筆、第21駆逐隊に、白露型駆逐艦しぐれが編入された。11月20日、第1水雷戦隊は、解体され、第21駆逐隊、初下、しぐれは、第2水雷戦隊に所属することになった。当時の霞、初下は、戦艦春名、シンガポールで座礁、最大速力18ノットを護衛して、台湾へ移動した。カムラン湾に戻って、第2水雷戦隊主力と合同。12月18日、霞、初下、千振は、米潜水艦の雷撃で大破した従順妙高、従順羽黒によって栄光中のシンガポール海溝を護衛することになった。12月20日、0号作戦が発動される。ところが護衛していた空母雲龍を撃沈されたしぐれは佐世保へ帰投したため、0号作戦参加予定の駆逐艦は2隻、新装、朝下のみとなった。南西方面艦隊は、妙高護衛任務から駆逐艦1隻を引き抜くよう命じ、木村に推薦司令官は霞を選んだ。霞分離後の妙高、羽黒、初下、千振は12月25日にシンガポールへ到着。こうして羽黒、初下は0号作戦に参加できなかった。1945年、昭和20年1月4日、木村正富少将の後任として、小村敬三少将が着任、第2水雷戦隊司令官となる。1月24日、日87船団を護衛して、シンガポール方面へ進出中のしぐれが沈没した。初下はシンガポールに移動後、北号作戦に参加する。駆逐艦3隻、霞、初下、朝下は、航空戦艦2隻、伊勢、日向、慶順大淀を護衛して内地に帰投した。2月10日、夕雲型駆逐艦朝下は、第21駆逐隊に編入された。3月10日、しぐれの除籍とともに、満潮型駆逐艦霞が、第21駆逐隊に編入された。第21駆逐隊は朝下、霞、初下という編成で坊ノ岬沖海戦に参加した。4月6日、第2水雷戦隊、司令官、小村敬三少将、旗艦、矢萩は、戦艦大和、第2艦隊司令長官、伊藤誠一中将座長と共に、沖縄水上特攻作戦に参加した。4月7日の戦闘で、各艦は、大和を中心とした、臨形陣を形成。初霜の配置は、大和の左舷斜め後方である。激しい空襲により、第21駆逐隊の司令駆逐艦朝霜が沈没し、駆逐隊司令、小滝久夫大佐以下総員戦死、両艦がすみが航行不能となった乗員を冬月に収容後、自沈処理。第17駆逐隊からは、浜風が後沈した。空襲の最中、通信機能を喪失した大和は初霜に通信代行を依頼した。初霜に乗船していた士官は、敵の攻撃は大和に集中し、特に大和に近接した初霜はほとんど攻撃らしい。攻撃を受けなかった7万トンの巨艦の横に並んだに3000トンの駆逐艦など問題にもならなかったのだろうと、通信代行として大和に隣接したことが幸いしたと述べている。魚雷が一本艦艇を通過する幸運にも恵まれた。午後2時20分前後に大和は沈没し、第41駆逐隊司令、吉田正義大佐が、冬月から残存艦の指揮を取ることになる。初霜の損害は、軽傷者3名のみで、他に被害はなかった。各艦は、沈没艦の生存者救助を開始。初霜は午後3時前後から浜風生存者救助に、10時、256名を救助した。続いて冬月。接風、初霜は沈没したに水戦機関矢作の生存者の救助を開始。初霜は矢作乗組員57名、冬月は同276名、接風は同156名を救助した。大和の広角砲に撃墜されたアメリカ海軍第30雷撃中隊第2分隊副隊長のディラニー中尉が部下2名と共にパラシュートで木から脱出し、海面への着水に成功した。ディラニー中尉は救命いかだ。アメリカ軍パイロットの救命チョッキは空気により膨らみ、いかだとなる構造だったにしがみつき、約2時間漂流した後、味方の PBM、マーチン飛行艇2機に発見されたが、この時近くの海上に冬月と初霜がいた。2機のうち、スイムス隊員が機長を務める PBM が、対空砲火から、ディラニー中尉をそらすため危険を冒し、日本艦隊の方向に飛んでいき、もう一機のヤング隊域は、水上滑走をしながら着水して、ディラニー中尉の救助に当たったところ、これを見た初霜が 12.7 センチ主砲による砲撃を加えた。この発砲について、佐古艦長は、あれ、飛行艇を追っ払いと命じ、落とせとは一切言わなかったと述べ、命令を受け発砲した福井砲術長は、無抵抗な日本兵の生存者には、機銃掃射を浴びせる面、自国のパイロットを救助するアメリカ軍の行動に腹を立てていたと述べている。同じく初霜の松井中尉も、射程距離外であったことは分かっていたが威嚇のために、3発、撃ったと証言している。一方のディラニー中尉の証言には、駆逐艦は射撃しながら接近してきたとあり、ヤング隊域の搭乗員は、初霜の手砲弾は、飛行艇に向かって泳ぐディラニー中の200ヤード以内に落ちていたと証言している。2機のマーティン飛行艇は、ディラニー中尉の部下2名を発見できないまま、救助作業を打ち切って発進し、離脱際に航行不能状態の両月に対して、機銃掃射を浴びせた。第2水雷戦隊司令官、小村敬三少将は初霜に、救助されると、そのまま本艦を第2水雷戦隊機関とする。このため、遊撃部隊の指揮権は、冬月から初霜へ移った。小村司令官が初霜に、勝機を掲げた頃、第17駆逐隊司令官、磯風は、航行不能となっていた。12時32分の空襲開始から約10分後に、第2水雷戦隊機関、慶順矢作は、日上なり、13時前には、航行不能となった。このため磯風は小村司令官と第2水雷戦隊司令部を異常させるため幾度も矢作に接近を試みており、そのため矢作の巻き添えとなって被弾したのである。15時35分に磯風は初霜に対し速力12ノットを報告、キロ誘導を依頼していた。17× 両艦の接風が磯風の救援に赴き合流した。その後、小村司令官、初霜座上は、磯風の栄光許可を求める、第17駆逐隊司令部に対し、磯風の放棄と自沈を命令する。翌日の再空襲や潜水艦の襲撃により、さらに被害が増えることを避けるためとされる。22時40分、初霜からの加齢に従い接風は、姉妹艦の磯風を砲撃で処分した。これにより陽炎が各地区間5隻、接風、磯風、浜風、浦風、谷風が所属した第17駆逐隊は、接風一隻となった。また小村司令官は、初霜より冬月に対し両月の護衛を命じるが、同時に状況によっては、両月を処分しても差し支えなしと、加齢していた。だが両月は、冬月に遭遇せず、単艦で佐世保への航海を続けた。佐古の回想では、初霜が両月の後方について、進路を指示したとするが、両月側では、大和沈没直後に、たまたま近づいてきた、かける艦、接風か、初霜から方位を教えてもらっただけとしている。翌日に水戦残存艦、初霜、接風、冬月は、佐世保に帰投。その後、行方不明とされていた、両月も、かろうじて同港へ帰還した。なお吉田満著、戦艦大和の最後では、初霜救助艇の指揮官が、沈没艦生存者救助の際に、軍刀で生存者の手首を切ったという記述が存在する。戦闘商法によれば、大和の救助を行った艦は、接風と冬月である。初霜は、浜風の乗組員救助中のため大和救助には従事しておらず、記述に矛盾が生じている。4月20日、初霜の艦上で解散式が行われ、第2水雷戦隊は解体された。同日付で、初霜は第21駆逐隊から磯風、浜風を創出したばかりの第17駆逐隊に編入され、同隊は2隻、接風、初霜となった。なお坊の岬沖海戦時の 17× 司令、新谷喜一郎大佐は4月15日付で、呉鎮守府府となっている。5月10日、第21駆逐隊は除籍された。5月15日、17× 接風、初霜は佐世保から舞鶴へ移動する。5月下旬には、阿賀野型軽巡洋艦4番艦佐古、第11水雷戦隊機関も舞鶴に到着した。6月、初霜は宮津湾で砲術学校練習艦となった。7月1日、第11水雷戦隊司令官は、高間艦少将から松本武志少将へ交代。だが7月15日、第11水雷戦隊は解体された。11水戦専任参謀松原滝三郎大佐、駆逐艦さみだれ艦長、第2水雷戦隊参謀。多号作戦時島風上官等を、歴任は第17駆逐隊司令に任命される。松原司令は接風を司令駆逐艦に指定した。7月30日、舞鶴をアメリカ軍機が空襲した。初霜は対空戦闘中に食雷して、大破、艦尾部分が沈下したのに加えて爆雷が誘爆し、海岸に格座、着底した。8月15日、終戦の日、第17駆逐隊は解体され、それに伴い接風は第41駆逐隊へ転出した。初霜は第4予備艦に指定された。初霜の喪失により、第21駆逐隊に所属した、駆逐艦、初春、コピ、若葉、初霜、しぐれ、朝霜、かすみは全席喪失した。初霜の残骸は終戦後に解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。